はい、どうもこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、回究極テクニカルバトル GO1 の紳士青の試練編ですね、こちら攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではビッティ見ていきましょう。まずはリーダー、降臨奥安ですね。見習い直す能力撮影をつけています。続いて、猫尻ですね。知能永遠の誓い怖くないぞ死神をつけています。そして、コウタロウですね。拡散ヒールトレードパワーシルバーフェイク共同の旅地をつけています。フレンドはコウタロウですね。では参ります。フレンドもコウタロウで、もうコウタロウの、CS、 いや CS などで、倒していきますね。では行きましょう。まずはネボジーで爆弾を仕掛けます。いい具合に行きました。さあここは、ネボジーでスマッシュでも倒していきましょう。さあまたネゴジーの出番がやってまいりました。一応回復しておきます。なんかやっちまったなって感じですね。さあここは、接触の方で倒しておきましょう。ジョナさんがね、倒せなかったですね。さあ、ようやく溜まりました。ようやく CS 撃が溜まりました。倒せます。これで倒せます。はい、無事1ラウンド。あ、まだですね、まだ続いてましたね。まだ続いておりました。動きでおります。今度は、フレンドのね、使わせてもらいましょう。直す能力がどう出るか、ね、あ、大丈夫でしたね。全然大丈夫でした。さあ続いて第2ラウンドですね。第2ラウンド、はい、第2ラウンドも CS です。続いても CS していきましょう。まあ、1ラウンドはね、ブラボーがあれば、簡単だと思うんですけどね。さすがにブラボーだとない人もいる可能性もあるんで、こういう風にやってはいますが、やっぱりあるものは使うべきですね。さあ、ウンドゥールがね、怖いので、ちょうどいい位置にね、ウンドゥールがいるので、接触の方の空気弾でウンドゥールだけ確実に仕留めときましょう。仕留められませんでした、ごめんなさい。では、他の方をね、確実に倒していきましょう。大丈夫です。第3ラウンドですね。第3ラウンドも CSS。
ですね。はい、決め直していきましょう。いろいろと怖いですね。いろいろと怖いです。ですがここは、猫爺ですね。猫爺の爆弾で一気にいっちゃいましょう。さあどこまで、うん、大丈夫ですね。接触欄でいけるか、これはどうするか。カウントは普通ですね。では、接触弾ですね。接触弾で兄貴を倒しましょう。こういう風にね、確実に倒していきましょう。さあ最終ラウンドですね。最終ラウンドです。私のね、光太郎では CS だけでは、倒しきれないので走っちゃいます。走り方も結構問題なので、どういう風にしようか悩むところですが、ここはデスマスところだと思います。縦勘でいきます。縦勘でいきます。それで倒しきれる感じです。うん、これで倒しきりましたね。ん、まだ倒してない。倒せました。あとは肩の方を、はい、究極ディーパスオーバードライブですね。さあここがねちょっと怖いんですが、さあどうなる。アンジェロ攻撃、アンジェロ攻撃で直す力ですね。よかったです。ではさあアンジェロもこれで倒れたのになんとかなるでしょう。さあ最終ゾーンですね。最終ゾーンでおっと来たぞと思ったんですが、CS マックスジョウスケではよかった、よかった。ジョウスケ見るとちょっと怯える癖がねついちゃいました。はい、無事ねクリアすることができました。ありがとうございます。ちょっとね第1ラウンドでグダ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 しちゃいましたけど、ゲージさえきちんとできていれば、ゲージ管理がねちゃんとできていれば、クリアすることができると思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、他の色を攻略していきたいと思います。ではラサバ対チーン。